これが守備に関しては改善できたわけですね。そうですね、前からはめていく部分と、あとはあの単純にターゲット2つ前に置いたってことで、前の人数を増やして上に選ばれました、うん、視野の広い選手です、うん、相当印象強いですね、あのシュートの、はい、サイドが空きます。溜めて満田折り返し、ニアサイド、いいボールだ、先制広島。両ワイド、最後は東が詰めて先制です、ね、ここの反ってるんですかね、はい、判断も早かったですし、まあ、満田あそこに置いたことでかなり質の高いクロスが入ってくるっていう部分もそうですし、まあ、この質、ゴールの質。野津田横まで下がって、川村シンプルにディフェンスラインの背後を狙う、うん、ベンカリファかわしに行く、入れ替わった、右足、これも決定機。いや、一文字よく抑えましたね、今クリアされたボールの下がりながらでしたけれども、ね、はい、非常に高いラインを取ります F マリノス、もう直接狙ってきました、ポスト、まあ、ワイドで満田あたりが持ちますとシンプルにゴール前に折り返していきます、うん、アンデルソン・ロペス、スペースへ西村、逆サイドスプリント、井上入ってくる、引きつける、流し込めない、間合いを詰めて大迫いるとは思うんですけど、はい、そこからの動き出しの連動がいいですよね。残しますエウベル、折り返しフリー、胸で流し込んで同点、アンデルソン・ロペスです。古巣広島相手に同点ゴール、ですよね、はい、まあ、最初からこうシュートを打ちたい位置ではなくて、エウベルがここで競り合ってボールを奪ってから蹴れるクロスが上がってくるタイミングで、あのディフェンダーの3バックの隙間ですかね、入ってきてるので、少しあそこで時間を作ったため、満田絡んでいきます、ピエロス粘る、河村左足、パンチ力ありますね、やっぱり。逆に広島の方はそのタイミング、マリノスがまだ出てくるところ、ベンカリファ折り返し、こぼれている、素早いスローインからのリスタート、まあ、それを逆手に取って角田の一本のロングフィードでした、まあ、あの辺も正確に蹴れるっていうのも角田の良さですね。中村太レフリーは今 VR と更新してます。 VAR、 あ、オンフィールドレビュ ー、 長戸呼ばれます。あ、退場、レッドカード、サインプレー、野津田がスペースへ出す、満田絡む、柔らかいボールが来る、ヘディング、スペース、ミスター出る中でピエロス、ラストパス、サバル、いや左、決定機でした広島。まだマルコス・ジュニオールはファールじゃないのか、そんなジェスチャーをしてます。終わりました、最後の最後に見せ場がありましたけども、